ブリーラーソンはアメリカ合衆国の女優、映画監督、シンガーソングライター。第88回アカデミー賞主演女優賞を受賞。カリフォルニア州サクラメントで生まれた。両親は共に二人一緒に練習した上でカイロプラクターになった。幼年期に両親は別れ、彼女は母や妹と共にロサンゼルスへ移った。フランス系。フランス語によって育つ。 ホームスクーリングを経てアメリカンコンサーバトリーシアターで学ぶ。最初の登場作品はスケッチコメディ番組ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェイ・レーノに出演したことである。ほどなくしてテレビシリーズシンメルに配役されたが、その主役だったロバート・シメルは撮影が始まる前にガンと診断されたために放映されることはなかった。それは10ヶ月間保留にした後、 フォックスは番組そのものをキャンセルした。その後ラーソンは、ザ・ WB の新番組、イン・ユア・ドリームスのオーディションを受け、そして、ボブ・サゲットが演じるキャラクターの末娘、エミリー役として本番組に上陸を果たした。本番組は2001年秋から2年の春まで放映されることが決まり、レイジング・ダットと新たに改名した。本番組は、計22話を放映した後打ち切りになった。 また、ラーソンは、ABC のシットコム、ホープフェイスのパイロット版に配役されたが、彼女や他の数人のキャストメンバーらは、まだ未放送パイロット版のまま落とされた。2003年、ディズニーチャンネルのオリジナルムービー、レーシングエンジェルズに、ビバリー・ミッチェルと一緒に出演。2004年7月、映画、スリープ・オーバー20代の役者たちと、主要な役で共演。また、 映画1 3ラブ三十3 0 1 3ラブ v e 3 0に早くで出演。2006年の映画フートに相手役の俳優ローガン・ラーマンとコーディ・リンリーと共に登場。また映画童貞ペンギン20代のペンギン役で声の出演を果たした。2007年のコメディドラマ映画リメンバー・ザ・デイズでアンジー役を演じ、さらにデビッド・ H ・スタインバーグが脚本を書いて、 監督を務めた2008年の短編映画、ザ・ベイビーシターに登場。2008年1月に放映したドラマ、ゴースト天国からの囁きに登場を果たしている。また、タチアナ・フォン・ファーステンバーグや、フランチェスカ・グリコリーが監督を務めた2008年の映画、タナー・ホールで、ケイト役をつかんだ。テレビ局ショータイムのテレビシリーズ、ユナイテッド・ステーツ・オブ・タラに、 ケイト・グレッグソン役で出演を果たす。番組は2009年1月18日に初放映。2012年映画21ジャンプストリートでジョナヒル・チャニング・テータムらと共演。1980年代の人気テレビ番組の映画化で森ー役として出演を果たした。2013年テレビシリーズコミカレ。 のシーズン4第8話、ハーストリー・オブ・ダンスに出演。翌年に、再び同作の後シーズン第6話、アナリシス・オブ・コーク、ベースド・ネットワーキングに、レイチェル役で、ゲスト出演を果たす。2013年に、映画、ショートタームで主演。2010年から2011年に司会者、クレイグ・ファーガソンのシニアトークショー番組、ザ・レート・レート・ショー・ウィズ、クレイグ・ファーガソンに何回か、 ゲスト出演した。2013年2015年のレニー・エイブラハムソン監督の映画ルームで第88回アカデミー賞主演女優賞を受賞。2017年映画ユニコーンストアで監督、主演、制作を務め長編映画監督デビューを果たす。ラーソンが監督業に興味を示したことが監督も兼任するきっかけとなった。 2020年7月2日に自身の公式 YouTube チャンネルを開設した。2005年にミュージシャン、シンガーソングライターとして本格的に音楽キャリアを開始、大手レコードレーベルでデビューアルバムをリリースした後、米国中のライブコンサートで演奏した。セカンドアルバムを制作して完成させたが、リリースされなかった。ラーソンは EP をリリースする計画を明らかにしたが、 話題にならなかった。彼女はミュージシャンとしてのキャリアを諦めなかったが、新しい曲をリリースしたとき、知れ渡ることはなかった。そもそもラーソンは2003年初頭からシンガーに対する関心を持ち始め、彼女の個人ウェブサイトを通じて楽曲を売り込み始めたときに、すでにアルバムをリリースすることに意欲を見せていた。彼女自身の言葉、 一緒になれない素敵な二人について歌っている最初にリークした楽曲ゴーグッバイ、並びに Invisible Girl はカサブランカレコードユニバーサルレコードを発売元とした上でレコード契約書に署名してラーソンの選考曲となったどちらの楽曲もマイケル・ビンコスとクレイグ・バートックの助けを借りた上で書かれ制作された2003年別の楽曲 ノット、A フリークを、リーク、ミュージックビデオさえあり、オンライン購入が可能だった。2004年ワ春、カサブランカレコードの制約事故を原因として、彼女のウェブサイトから、すべての楽曲を削除、ファーストアルバムの新曲を録音している、合間のことであった。彼女は、同年10月にアルバムをリリースすることに意欲を、持っていた。まだ発売されていなかった。 デビューアルバムからのファーストシングル、C セット、リしも彼女の公式ウェブサイトを経由して聞くことが可能であり、12月中には iTunes で公式に発売され、そして翌月に全米のラジオ局に楽曲を送った。2005年に全米で最も売れた CD シングル99番入りしたにも、かかわらず、サウンドスキャンによると、ビルボードホット100シングルセール数へにおいて、 第31位で最高に達し、エアプレイが低調であったため、米国内で最もかけられた楽曲トップ40入りを果たせなかった。また、2004年10月11日に行われた AOL セッションズにおけるライブパフォーマンスの模様を収録している。彼女の唯一のアルバム、Finally Out of PE は2005年後半に発売し、米国で約3500枚を売り上げた。 発売前にレコードレーベルは C セットのミュージックビデオを制作、並びに AOL セッションズでのパフォーマンスの DVD を発売した。アルバム全体は10代のユーザー層に焦点を合わせており、彼女が雑誌 Teen People 主催のロックツアーでパフォーマンスして明らかになったが、ジェシー・マッカートニーと共に続けたツアーは、ラジオディズニーやラジオコルのような子供向けラジオから、 数多くのエアプレイをかけられた。クリス・アップルバウムが監督を務めた C セットのミュージックビデオは退屈しがちなファストフードレストランの労働者が自分を見つけるため歌い手を目指す物語を描いている。また映画バービーとペガサスの魔法にクレジットされているサウンドトラックホープ・ハズ・ウィングスを歌った。楽曲のミュージックビデオは映画の DVD に ボーナストックとして収録されている。2006年、ロサンゼルスを根拠地とした、インディペンデントバンドのボーカリストとギタリストのジャック・ブレバーやラミ・パールマンと共に、彼女の以前の音楽の作風とは、若干異なる映画、フートのサウンドトラック、カミング・アラウンドを書いて録音した。2006年3月1日、ラーソンは、ロサンゼルスにある有名なバイパールームで、 新しい楽曲をアコースティックスタイルでパフォーマンスした。演奏した曲は、Dear Universe、Power Shift、Stilts and the Titanic、s u p e r s t t i o n 米国の音楽ユニットのインディーゴガールズのカバー曲、Closer to Fine そして、彼女のアルバムからの楽曲、h a リ l i n g into History。新しい曲からは1曲だけ、スタジオ録音してリークされたシングル。 スティルツザ・タイタニックは、マイケル・ビン・コスと共同で書き制作した。楽曲は2006年夏に、ラーソン公式マイスペースでデモ版として視聴、ダウンロードができた。2008年10月22日、新しい音楽素材や5楽曲を含む EP を録音して、アーティストであるケ、ケイトリン・クロスビーの最新アルバムにバッキングボーカルを提供することを彼女の公式マイスイスページで、 ファンに向けて発表した。EP には、楽曲、アグリーの再録音したバージョンや新しい4曲、Dear Universe、Shall Pan Mine Ears, Ariel, If All Goes Well が含まれていた。2010年に、映画、スコット・ピルグリム VS、邪悪な元彼軍団の劇中で、ブラックシープを披露した。長年、ロックミュージシャンのアレックス・グリーンウォルドと交際し、2016年5月に、 婚約。2019年1月に婚約を解消したとの報道があった。ファイナリーアウトオブ PE。ありがとうございます。